アトランタ・ブレーブス。アトランタ・ブレーブス、略称、エイティルは、メジャーリーグ・ベースボール、以下、MLB ・ナショナルリーグ東地区所属のプロ野球チーム。本拠地は、ジョージア州アトランタの郊外にある、サントラスト・パーク。1871年に、ボストン・レッド・ストッキングスという名で創設された、MLB 最古の球団。1871年に、 ボストンレッドストッキングスとして創立され、1876年のナショナルリーグ創設に参加した MLB 最古の球団である。創設当時加入した8球団のうち、現在も残っているのは、レッドストッキングス、現、ブレイブスとシカゴホワイトストッキングス、現、シカゴカブスの2つ。1898年までに8度のリーグ優勝を遂げた。1912年、 ボストンブレーブスに球団名を変更、1914年にワールドシリーズ初制覇を果たした。その後、長い低迷期を経て、1948年に34年ぶりのリーグ優勝を果たす。1953年にミルウォーギーに移転し、1957年にはハンク・アーロンを擁し、二度目のワールドチャンピオンに輝いた。1966年に、 アトランタに移転し、再び長い低迷期に入るものの1991年に復活。ボビー・コックス監督の下、クレッグ・マダックス、トム・グラビン、ジョン・スモルツの先発三本柱を中心に黄金時を築く。1991年から2005年まで14年連続、ストでシーズンが打ち切りとなった1994年を除くの地区優勝を遂げる。 ポストシーズンには弱く、同地区のフロリダ・マーリンズがこの間に199年、2003年と、いずれもワイルドカードで出場し、共にワールドシリーズ優勝に輝いたのとは、対照的に、リーグ優勝は1991年、1992年、1995年、1996年、1999年の5回。 ありながら、ワールドシリーズ優勝は1995年の1回のみであった。ターナーフィールドのコーデも触れているが、かつてはターナーブロードキャスティングシステム TBS がオーナー企業だった。1996年 TBS はアメリカ国内の巨大メディアグループであるタイムワーナーに買収された。地元ジョージア州を中心としたアメリカ南東部で高い人気を誇るとともに、 TBS を中心とした主催試合の全国放送が多く、その代わり TBS はブレーブスに対する放映権量とは別に MLB に対して、いわゆるスーパーステーション税を支払っていた一般での認知度が、こう MLB で最も人気のある球団の一つである。TBS が2008年シーズンから MLB のレギュラーシーズン全国放送を行うため、 メジャーリーグベースボールテレビ放映権の公参賞、ブレーブス戦の放送は TBS が運営するアトランタの地上破局 WBCHTV に移行する。2007年2月12日、タイムワーナーと同じくアメリカの巨大メディア企業であるリバティメディアとの間で、リバティメディアが保有するタイムワーナー株式とブレーブスを交換することで行が成立、同年五月十六日に、 オーナー会議でチーム上渡が満場一致で承認された。評価額は4億5000万ドル、約545億円。地元意識の強い国民性のため、北のニューヨークヤンキース、南のアトランタブレーブスとライバル視され、語られることも多いが、アメリカンリーグではヤンキース、ナショナルリーグではブレーブスと両方をひいきにするファンも数多くいる。 古き良きアメリカ南部の親しみやすさに都会的な洗練されたイメージをうまく掛け合わせたようなチームイメージで商業的にも成功していたが近年は地区優勝はするがポストシーズンでは縦に観客動員が減少傾向にありオーナー側の意向もあって年俸総額の圧縮に迫られているクリント・イーストウッドの映画人生の特等席では 主人公がこの球団のスカウト一筋だったという設定になっている。全米初のプロ野球チームであったシンシナティレットストッキングスは選手への報酬が負担となって1870年に解体されるが当時の監督ハリー・ライトら数人の選手はスポーツに理解のあったボストンの実業家アイバースホイットニー・アダムスの誘いでボストンに赴くことになった。 翌1871年1月、アダムスの出資の下で、ボストンを本拠地としたボストン・レッドストッキングスが創設され、2ヶ月後に創立された全米初のプロ野球リーグであるナショナルアソシエーションに加盟した。初年度は3位に終わったが、1872年から1875年まで4連覇を果たした。なお、同リーグに加盟したチームは9つあり、その中には、 現在も残るレッドストッキングス、現、ブレーブスの他にシカゴホワイトストッキングス、シカゴカブスもあった。1876年にナショナルアソシエーションが解散され、新たにナショナルリーグが創立されると、同リーグに加盟した。同リーグには新たに創設し直された、シンシナティレッドストッキングスも命していたため、ボストンレッドキャップスと呼ばれることもあった。初年度は位だったが、 1877年にはリーグ初優勝。1878年にもリーグ連覇を果たした。1883年にはボストン・ビー・イーターズと名前を変え、同年には3度目のリーグ優勝をしている。1890年、フランク・セレーが監督に就任し、1891年から1893年にかけてリーグ3連覇。1897年、 1898年にリーグに連覇を果たすなど、20世紀に入るまでに8度のリーグ優勝を誇った。ビーニーターズは1871年から1914年までサウスエンドグラウンズを本拠地球場としていが、3代にわたって球場が建て直されている。1894年5月15日には子供の日遊びに橋を発した大火災が発生。 球場を含め多くの建物が全焼し、仮本拠地球場での試合を余儀なくされた。1901年にアメリカンリーグが創立されると、新たに、ボストンを本拠地とするボストン・アメリカンズ、現、ボストン・レッドソックスが創設された。そして、アメリカンズから交代偶を約束されたため、ビーニーターズの主力選手の大半がアメリカンズに移籍してしまう。 チームを支えた選手の大半がいなくなったことで、ビーンイーターズは一気に低迷。1913年までに5度の100シーズン、1909年から1912年まで4年、連続再開を記録してしまう。その間に球団名も変わり続け、1907年に、ボストン・ドゥーブス、1911年には1年限りで、ボストン・ラスラーズ、 1912年からやっと現在に、つながるボストンブレーブスに定着することとなった。転機となったのは1913年、名称として知られていた、ジョージ・スターリングの監督就任である。1913年に5位に浮上したブレーブスだが、1914年は、開幕当初に4勝18敗と、散々な成績で回に低くしていた。7月4日の段階で26勝40敗となり、 主位である、ニューヨークジャイアンツ、現、サンフランシスコジャイアンツとの差は15ゲームと大きく、開いていた、当時ジャイアンツは、名勝人、マグドウの下、ブレイブスに代わってナリーグで、圧倒的強さを誇っていたが、ブレイブスはここから快進撃を見せ、68勝19敗という、驚異的な勝率で勝ち上がり、終わってみれば94勝59敗で、2位ジャイアンツに10.5ゲーム差という、 大差をつけてリーグ優勝を果たしたのだった。初出場となったワールドシリーズではフィラデルフィアアスレチックス、現オークランドアスレチックスと対戦。アスレチックスは前年のワールドシリーズを制しており、アスレチックス有利という下馬評だったが、ワールドシリーズ初の4連勝で制し、初のワールドチャンピオンに輝いた。この年のブレーブスの躍進はミラクルブレーブスと呼ばれ、 旧に名を残すこととなった。この年のワールドシリーズは、レッドソックスの本拠地球場であるフェンウェイパークで行われている。これは、ブレーブス本拠地球場であるサウスエンドグラウンズがシリーズを開催するには、さすぎるということがあり、大体球場として、同じボストンにあるフェンウェイパークが選ばれている。その後、ブレーブスのワールドシリーズ制覇に気をよくしたオーナーの、 ジェームス・ガフニによって、ブレーブスにも新球場である、ブレーブス・フィールドが建設されることとなり、新球場が完成する1915年のシーズン途中まで、再びフェンウェイ・パークを曲がりしている。1914年の躍進後、ブレーブスは再びリーグ優勝から遠ざかることとなる。1936年までに1915年と1916年、 1932年と1933年の4シーズンを除いて勝率5割を切るシーズンが続いた。レッドソックスがボストンのみならず全米でも屈指の人気を誇るチームに成長するのとは対照的にブレーブスの人気は次第に加工し、本拠地球上のブレーブスフィールドでは観客源に悩まされ、1923年からエミルフックスがオーナーとなり、 1928年には、ロジャース・ホーンスビーをチームに招いた。ホーンスビーは、首位打者を獲得するなど、額面通りの活躍を見せたが、チームは低迷したままだった。この年のオフには、ホーンスビーをカブスに1対5プラス20万ドルという、当時としては破格のトレードで放出し、1929年には、フックス自らが監督を務めたが、状況は全く改善されなかった。 元ハンジのこの人物は、アマチュア野球で保守をやっていた程度の経験しかなかった。選手たちは監督の命令を無視し、コーチのジョニー・エバースの指示を仰いだ。ある時などエバースが、カウントにボール1ストライクですが、どうしますかと聞くと、ホームランを打つように言えと返事をした。1935年には、ニューヨークヤンキースを退団したベイブルースを獲得し、 通算714号本塁打を記録したが、シーズン途中の6月限りで引退した。この年には、38勝115敗で、MLB ワースト3位となる勝率、248を記録するなど、チームは、どん底の状態だった。1935年のシーズン途中で、フックスがオーナーを辞任。百三十六年には、球団名を一般公募し、 ボストンビーズと名前を変え、本拠地球上もナショナルリーグパークに改称された。1937年には久々に勝率5割に復帰するが、1939年からは再び負け越しのシーズンが続いた。5年後の1941年には再びブレーブスに名前を戻すこととなり、球場の名前も従来のブレーブスフィールドとなった。 第二次世界大戦が終わった1946年、名称として名高かった、ビリー・サウスワースが監督に就任した。この頃には、ウォーレン・スパーン、ジョニー・セインという左右のエースが対等し始めており、この年には81勝72敗でリーグ4位、1947年には86勝68敗で、リーグ3位になるなど、チームはかすかに上昇の兆しを見せ始める。 1948年にはスパーンとセインの二人で39勝という大車輪の活躍でスポーンサインプレイフォーレーンスパーンとセインで勝ったらあとは雨を祈れという名文句が生まれるほどだったこの年91勝62敗という成績で24年ぶりとなるリーグ優勝を果たしたワールドシリーズではクリーブランドインディアンスと対戦し どちらのチームも久々のワールドシリーズ出場という合わせになったが2勝4敗で敗れた。その後は優勝とは縁がなくなり、久々のリーグ優勝で一時的に増加した観客数も激減。1952年に観客数が28万人まで減少したところでミルウォーギーへの移転が決定し、慣れ親しんだボストンを離れることとなった。もともと 野球熱は高かったが、MLB 球団はなかった。ミルウォーキー、現、ボルチモアオリオールズが当初ミルウォーキーを本拠地としていたが、1年で移転したで、ブレーブス、ミルウォーキーを本拠地とした、経験のある球団はブルワーズを名乗ることが多かったが、当球団は、ブレーブスの愛称のまま活動したは熱烈な歓迎を受けた。移籍者年度の1953年、新球場である、 カウンティスタジアムでは182万人という当時のナリーグ史上最多となる観客動員を記録し、その勢いに乗ってチームもリーグ2位に浮上した。この年にはエディマシューズが本塁打王を獲得し、1954年にはボストン時代にスカウトしたファンク・アーロンがメジャーデビューするなど、この二人を中心とした新たなスター選手の台頭も守ることとなった。 1954年から4シーズン続けて、観客数は200万人を超え、1957年には移転後初のリーグ優勝を果たした。ワールドシリーズでは、ケイシーステンゲル率いるヤンキースとの激戦をし、4勝3敗で43年ぶりのワールドチャンピオンに輝いた。1958年にもリーグ優勝を果たし、ワールドシリーズでは再度ヤンキースと対戦したが、 今度は3勝4敗で敗れた。1959年は、ロサンゼルスドジャースと、同率首位に並び、3試合のプレーオフを行ったが、2連敗で、リーグ3連覇を一した。1960年代に入ると徐々に、チームは低迷し、それと共に、客足も鈍くなった。その間にはスパーンが13度目の20勝、アーロンが本塁打王や、 打点王を獲得するなど、選手の活躍は相変わらずだったが、個人の成績とは裏腹に、リーグ優勝には届かなかった。1965年には、観客数が55万人まで落ち込み、球団は、球場賃貸契約の終了とともに、アトランタへの移転を決定した。アトランタに移籍した、初年度こそ、観客動員は153万人を記録するなど、まずまずの人気を誇った。 チームの改定名が続くと、こちらでも徐々に人気は下落した。同年には NFL のアトランタ・ファルコンズも誕生し、絶大な人気を誇っていたのとは対照的だった。1969年、東西地区制となり、ブレーブスは西地区に在籍する。この年には、ナックルボールで知られるフィルニークロ44本塁打を記録したアーロンらの活躍で、 初の地区優勝を果たした。リーグ優勝決定シリーズでは、ミラクルメッツと呼ばれ、快進撃を続けていた、ニューヨークメッツにあっさりと3連敗し、リーグ優勝を逃している。1970年代に入ると、チームの成績よりも、アーロンの本塁打記録に注目が注がれることとなる。それまで、順調に本塁打を積み重ねていた、アーロンだったが、1972年に、 ウィリー・メイズの記録である660本を抜くと、がぜ注目が集まるようになった。1973年には40本類打を放ち、ルースの記録まであと1本と迫る713本でシーズンを終えると、記録が持ち越されることとなった。翌年のシーズン前には異様なほどの熱気に包まれた。観客源に悩まされていたブレーブス首脳はアーロンが、本拠地での記録達成を願い、 敵地での開幕戦に出場させないことを検討したほどだった。アーロンは1974年の開幕戦で本塁打を放ち、ルースの記録に並ぶと4月8日に本拠地球上のアトランタフルトンカウンティスタジムで新記録となる715号本塁打を放ち、全米が熱狂に包まれることとなった。アーロンの記録達成後はこれといった話題もなくチームの低迷と 相まって人気はますます落ち込んでいった。1976年にはターナーブロードキャスティングシステムがチームを買収。1976年のシーズン途中にはチームの低迷に豪を煮やしたオーナーのテッドターナーが自ら監督を務め、一試合限りで退任させられる、陳事もあった。1980年代に入るとニークロやデール・マーフィー、 日本プロ野球のヤクルトスワローズにも在籍した、ボブ・ホーナーといった選手がチームを支えた。1982年には、上東里監督のもと、久々の地区優勝を果たすが、セントルイス・カージナルスに3連敗し、リーグ優勝はならなかった。その後、上記の選手も次々と対談し、1988年から1990年には3年連続地区再開に沈むなど、 まさに暗黒時代を迎えていた。1990年のシーズン途中、GM を務めていたボビー・コックスが GM 兼任監督に就任する。コックスはベテランのマーフィーを放出すると、代わりに新人のデビット・ジャスティスをレギュラーに定めさせ、この年の新人王獲得の活躍を引き出す。1991年、コックスは監督選任となり、カージナルスから獲得した。 テリー・ペンドルトンが、首位打者と MVP を獲得する活躍を見せ、投手陣でも、トム・グラビンが、サイ・ヤング賞を獲得、ジョン・スモルツ、スティーブ・エイベリーといった若手選手も対等したことで、MLB 史上初となる前年再開からの、地区優勝を果たした。リーグ優勝決定シリーズでも、ピッツバーグパイレーツを下し、ブレーブスとしては33年ぶり、アトランタに移転して、 初のリーグ優勝を果たした。ワールドシリーズでは、これまた前年最下位だったミネソタツインズと対戦し、史上初の前年最下位チーム同士のワールドシリーズとなった。このシリーズは九死に残る激戦となり、延長戦3試合、サヨナラ試合4試合という戦いの末、3勝4敗で敗れた。1992年も地区優勝を果たし、再び、 パイレーツとの対戦となったリーグ優勝決定シリーズでも激戦の末にこれを下した。トロントブルージーズとの対戦となったワールドシリーズでは2勝4敗敗れ、またしてもワールドシリーズ制覇はならなかった。1993年にはカブスからグレッグ・マダックスを獲得し、イゴ・グラビン、スモルツと共に MLB 市長に残る先発3本柱を形成することとな。 マダックスは3本柱のリーダー格として、1992年から4年連続でサイヤング賞を獲得している。この年には実質4本柱といえ、マダックスが20勝、グラビンが22勝、スモルツが15勝で、これに加え、エイブリーが18勝を挙げた。打線もジャスティスが40本120打点、ロンガントが36本117打点。 フレッド・マグリフが37本101打点と強打を発揮し、投打ともに最強といえる布人だった。シーズンではサンフランシスコジャイアンツとの一騎打ちとなり、シーズン最終戦で地区優勝を決めた。1994年、2地区制から3地区制となり、ブレーブスは東地区所属となった。この年はストライキの影響でシーズンが中断され、 二位でシーズンを終えている。1995年は、先発三本柱がフル稼働し、新人でもチッパー・ジョーンズが対等したことで、二位のメッツに21ゲーム差をつける大差で、地区優勝を果たした。リーグ優勝決定シリーズでは、シンシナティレッツを4勝0敗で下すと、ワールドシリーズでは、こちらも圧倒的な強さで優勝したインディアンスを4勝2敗で破り、 1957年以来となるワールドチャンピオンに輝いた。1996年は先発三本柱の中でもスモルツの活躍が大きく、24勝8敗276奪三振でサイヤング賞を獲得している。リーグ優勝も果たしたが、ワールドシリーズではヤンキースに2勝4敗で敗れている。1997年には新球場の ターナーフィールドが会場。チームも当然のように地区優勝を果たすが、ワイルドカードを獲得したフロリダ・マーリンズに敗れ、リーグ優勝はならなかった。1998年もリーグ優勝決定シリーズでサンディエゴ・パドレスに敗れてしまう。2年連続でリーグ優勝を逃し、雪辱に燃える1999年には、ワイルドカードを獲得しため、出し、3年ぶりの リーグ優勝を果たすものの、再びヤンキースとの対戦となったワールドシリーズでは手も足も出ず4連敗で終わった。2005年までに14年連続ストライキによりシーズンが途中で終了した1994年を除くで地区優勝を遂げるが2000年以降は6年連続でリーグ優勝を逃した。2002年からスモルツがクローザーに転向2005年から 再び先発に復帰。2009年にボストン・レッドソックスに移籍。2003年にはグラウィンが、メッツに移籍。2008年にブレーブスに復帰。2004年にはマダックスが、カブスに移籍するなど、先発3本柱も過去のものとなった。2006年には、畜産位となり、史上最長のポストシーズン連続進出記録は14年で途切れた。 2007年もポストシーズンまであと一歩と迫ったものの地区3位でシーズンを終えた。2008年にはチームは早抜きのスター選手であるアンドリュー・ジョーンズをロサンゼルス・ドジャースにでチームの刷新を図るも結果は72勝90敗と大きく負け越し地区4位に終わった。この年にはチッパー・ジョーンズが6月中旬まで4割を超える高打率を維持し シーズン4割超えの期待がかかったが、その後の故障の影響もあり、最終的に打率364でシュイ打社を獲得するに止まった。シーズンオフには、デレクロー、ハビアーバスケス、川上健進らを獲得している。2009年シーズン終了後には、ビリー・ワグナー、斉藤隆らを獲得している。二千十年は、チクニーとなり、ワイルドカードで、 ポストシーズンへ5年ぶりに進出したが、ディビジョンシリーズでジャイアンツに敗れた。1990年より長きにわたって、チームを率いたボビー・コックス監督がこの年限りで優待し、かつてコックスの下でコーチを務めたフレディ・ゴンザレス監督が就任した。二0 1年は、ダン・アグラを加え四番不在を解消し、七月にはマイケル・ボーンを迎え機動力を強化し、 ポストシーズン進出圏内だったが、終盤に突然失速し、ポストシーズン進出を逃した。2012年は3月にジョーンズがこのシーズン限りで引退を表明。自慢の投手陣を軸に、地区優勝はワシントンナショナルズにさらわれたものの、ワイルドカードで2年ぶりのポストシーズン進出を達した。ポストシーズンでは、同年から新設されたワイルドカードゲームで、 セントルイスカージナルスと対戦したが3対6で敗れ、ディビジョンシリーズ進出はならなかった。2013年は得点力不足解消のため、タンパベイレーズから兄、BJ、アリゾナダイヤモンドバックスから弟ジャスティンのアップトン兄弟を獲得した。怪我人が続出し、苦しいシーズンだったが、若手の対等もあり、8年ぶりの地区優勝を果たした。 ディビジョンシリーズでロサンゼルスドジャースと対戦するが1勝3敗でシーズンを終えた。11月10日、新築される総工費6億7200万ドルのサントラスト、パークに2017年シーズンから本拠地を移転すると発表した。2014年は、生え抜きのブライアン・マキャンが FA でニューヨーク・ヤンキースに移籍し、長くチームを支えたティム・ハドソンが、 サンフランシスコジャイアンツに移籍した。2月4日、フレディ・フリーマンと球団史上最高額となる8年1億3500万ドルの契約を結んだ。この年は、長打力を中心とした打線と安定したブルペンを維持し、シーズンの連覇が期待された。しかし、シーズン前の3月に先発ローテーションの一角であったクリス・メドレン、ブランドン・ビーチーが怪我のためシーズンを全球。 急遽、アーロン・ハラング、アービン・サンタナを獲得する。4月は好調で、首位に勝ったが、5月初めには7連敗、8月には8連敗を喫し,し、シーズンで5割を維持するのが、精一杯であった。特にビジターの対西地区には、弱く4勝18敗で3度のスイープを喫した。それでも、9月の前半までは、ワイルドカードを狙える位置にいたが、 チームに9月を乗り切る勢いはなく、勝ち越したカードは、最終のフィラデルフィアフィリーズのみで、それ以外のカードは全て負け越し、シーズン79勝83敗で、フレディ・ゴンザレス監督が就任以来初めての負け越した、シーズン取った。シーズン終了を待たずして、GM のフランク・レーンは解任され、新しい GM にジョン・ハートが就任した。その後は、急激に、 チームの再建モードに入り、トレードで多数の主力選手を放出し、有望な若手の獲得を試みた。トレードで放出された主な選手としては、2014年オフに、エヴァン・アティス、ジェイソン・ヘイワード、ジョーダン・ウォルデン、アップトン兄弟、メルビン・アップトン・ジュニア、ジャスティン・アップトン、クレーグ・キンブレル、2015年のシーズン中に、アレックス・ウッド、ルイス・アビラン、 2015年のシーズンオフに、アンドレルトン、シモンズ、セルビー・ミラーなどである。これらの影響で2015年は両、リーグワースト3位となる95敗を喫した。2015年10月には、新しい GM として、36歳のジョン・コッポレラと4年契約を結んだ。2016年は、開幕9連敗で、シーズン序盤からつまずいた。 9勝28敗となった5月16日には、ゴンザレス監督が解任され、三塁コーチのブライアン・スニッカーが監督代行に就任した。1990年以来26年ぶりの畜細会でシーズンを終えたが、後半戦は37勝35敗と勝ち越した。10月2日のデトロイト・タイガースとのシーズン、最終戦がターナーフィールドでの最後の試合とな、 2017年は本拠地をサントラストパークに移してからの最初のシーズンとなった。チームは先発陣強化のためバートロゴローンや R.A. ディッキーを獲得。野手ではマット・ケンプやブランドン・フィリップスを獲得してシーズンに臨むが期待通りの成果がなかなか出ない上に若手の伸び悩みなどもあって4年連続負け越しの72勝90敗で ナショナルリー東地区3位の成績に終わった。またシーズン終了後の11月20日には、GM のジョン・コッポレラが、海外選手獲得に関する MLB 規則に違反したため、9回永久追放の処分を受けた。コッポレラの後任には元ブルージェイズ GM のアレックス、アンソポロスが就任した。GM の不祥事などもあり決して評価が高くない状態で迎えた2018年であったが、 オジ・アルビーズやロナルド・アクーニャ・ジュニアなどの若手が対等しチームも好調を維持。フィラデルフィア・フィリーズと熾烈な優勝争いを繰り広げるも、直接対決に連勝して5年ぶりの地区優勝を果たした。ディビジョンシリーズではくしくも5年前と同じロサンゼルス・ドジャースと対戦したが、またも1勝3敗でシリーズ敗退となった。現在、チーム方針として、 マイナー組織の強固を第一に掲げており、大物選手を次々とトレードで放出し、有望株の若手を獲得している。そのため、ファーム組織は MLB 屈指の充実度を誇っている。かつては高校生の指名が中心だったものの、近年は高校生の契約金高等や大学のトレーニングプログラムの充実で大学生の質が上がったことから指名は、 大学生の比率が増えてきている。1999年に設立され33人が伝道入りを果たしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。